地震が欲しい、その、この辺も影響あるかもしれないから、ちょっとまともな量を作ってみました。まあ、しばらくカップラーメンも食べませんね。なんかの時のために。これね、まあ、味噌煮込みそば。そばね。これは、うちの自家製の、生ハム、漬物ハム。これはハーブ抑制の塩麹の豚バラ肉です。これはナスの竹林。で、日本が。で、この中作りはね、この海藻が貴重。しっかり海藻からなきゃいけない。で、こんな感じの料理を作ってみました。で、そこはね、お蕎麦にね、味噌を絡めるっていうのは本当に初期にも私たち日本先人に思いついてたんです、中作りで。だけどこれはアホになるなと。こんな簡単なのでアホになるからやめようって。で、これは料理としてはもう残さないでおこうと。料理としては作らせていただいても、緊急時の時のために、その時は作ってもらって。そうしたからこの中作りの料理にはカウントされてないんですけど、現代人うわ、もう毎日緊急時でしょ、はっきり言ってね、うちから見させてもらってたらね。じゃあ、こういった料理簡単やからね。別にトッピングしてんでもね、味噌と蕎麦だけでいいからね。汁割り蕎麦の味噌で、味噌で煮込むだけ。そうやって本当に健康管理から、最優先にしてくださいね。